こんにちは、ワッキーアンサムネイルマットン丸山でございます。ちょっと衝撃的な、今一番怖いんじゃないかっていうね、作品を見てしまいました。このテープ持ってないですかっていう作品ですね。はい、テレビ番組になります。レビューというか解説というかね、していきたいなと思います。今 TVer でやってるんですよ。これ TVer で見逃し配信してるんですけど、24日までなんですね。ちょっとこれ今超ギリギリに撮ってるんで、あんま編集とか、しないで出すかもしれません。はい、この作品ですね、概要というか外側ね、よくあるテレビ何十周年特番みたいな感じである、昔のテレビの映像をね振り返るみたいな番組の体を取ってるんですけども、みんなが見たことある番組を共有してる体で作るホラーモキュメンタリー、モキュメンタリーでもないんですけど、ホラー作品になってましたね。そんでね、僕ねむちゃくちゃホラー苦手なんですよ。海外のホラーはね結構好きなんですよ。多分今のこの日本の僕の現実とね地続きじゃないから、全然見れるんですけど、 J ホラーですね、ちょっと怖すぎて見れないんですね。はい、むちゃくちゃ苦手なんですよ。普通に寝るとき電気消すじゃないですか。で電気消してベッドまで行くのにちょっと小走りで行くぐらいの感じ。前に残影を家で見たときとかね、結構1週間ぐらい引きずって結構悲惨な目にあったんですけど、はい、そんぐらいの感じでビビリです。J ホラー苦手な人間です。その僕がね一昨日ぐらいに見まして、未だにですね、怖いですね。はい、ゾクゾクしてます。この話してる最中もゾクゾクしてますね。ホラー作品好きな人はこれかなり好きな作品だと思いますね。だしこれなんでビビリなのに見たんだっていうところなんですけど、僕テレビ番組の枠っていうか、テレビでこんなことしちゃうのみたいな、こういうそういうね作品ね、結構好きなんですよね。はい、テレビの枠をぶっ壊すというか、テレビの限界を超えてくようなね作品結構好きなんですよ。パッと出てこないんですけど、まあ昔あったね黒崎良がやってた学校の怪談とかね、あれとかね、おこれテレビでやんだみたいな、結構意外と試験的なね、結構実験的なことをやるのがたまにありますよね、テレビ。そういうのが結構面白くて、たまに見ちゃったりしてね、こういう自分が見ちゃいけないようなものを見てしまうんですけど、はい、そういう感じですね。これかなり怖いです。はい、閲覧注意ですね、かなり。だから放送してたわけですからね、ホラー体制ない人がこのテレビ番組見たと思うとね、本当にかわいそうだなと思いますね。ネタバレなしはこんなところかなと。怖いの大丈夫だよって人はまだ間に合います。 TVer で無料で見れますんで、ぜひ見てください。ではここからね、ネタバレありで、話していこうかなと思います。ちょっと他の YouTuber さんの名前出すのちょっと申し訳ないなと思いつつも、貝柱さんですね。貝柱さんの動画見まして、あ、そんなのあるんだという感じで見て、油断してたらめちゃめちゃ怖かったっていう感じなんですけど、テレ東で放送されてたんですけど、BS テレ東ですね。はい。テレ東のディレクターの大森時代さんっていうね、方が、ディレクターをやっています。はい。この人の作品ね、そっから全部見たんですけど、かなり面白いですね。この人全部テレビでめちゃめちゃ挑戦的なことをやってる人ですね。むちゃくちゃ面白かったです。 A マッソの番組ですね。はい、なんだっけ、奥様マッソ、なんとか奥様マッソっていうやつやってたんですけど、これもね、まあよくある一般家庭に行ってその忙しい奥さんにこう贅沢をさせてあげるみたいな、番組っていうかコーナーありますよね。ワイドショーとかであるやつ、それをもうドロドロした人間の怖さ、人怖ですねに、味付けしていくというか、ちょっとカットの尻とかにね含みを持たせるんですよね。そこがすごくうまいですね。はい、っていうのがあって、で最初にやったのが島崎和歌子さんの本音ではしご酒みたいなね、はい、お酒飲んで芸能人同士が喋って昔話するみたいな番組、ちょいちょいやりますけど、その手を取って番組がジャックされる、なんかインドネシアとかインドとかあの辺のねなんかすごい味が濃い番組にジャックされる。そしてよく見たらなんかマネーの虎っぽいなみたいなこれはかなりね、この作品は YouTube で上がってるんで見れます。これぜひご覧ください。これはね怖くないです。かなりバラエティーなね作品になってます。で何言ってるかわかんないんだけど、
なんか芸能日本の芸能人あの松井坊が出てきたり呂布カルマが出てきたりなんかよくわかんないけどなんかちょいちょい分かって面白いところがありますね。はい、そういう感じです。で、そう島崎和歌子さんのがあってその後に A マッソのやつがあってで今回のこのテープ持ってないですかっていう感じでもう段階的にちょっとずつ怖くなってくっていう感じですね。はい、A マッソは一コアで今回はガチガチのホラーになってるという感じでございましたね。第1話もあのねやっぱ VHS の映像がやっぱ一番怖いですね。リングを未だに見れないんですよ。怖くてめっちゃ見たいんだけど怖くて見れないタイプなんでやっぱあの手のね映像がやっぱ一番苦手ですね。超怖い。4対3でまあちょっとノイジーなね作品。坂谷一郎のミッドナイトパラダイスでしたっけあれね。なんでしょうあの作り込みすごくうまいですね。はい、一瞬わかんなかったですね本当に当時のやつなんだろうな。そうだ構成がうまいですよね。最初にまず本当に昔の記録映像を持ってきて、これ本当のなんだろうバラエティ番組でやって思わせるでその後に偽物の番組が差し込まれるっていうね、構成になってましたね。これがまずうまいですよね。うん、で、まあ、徐々に、この出てる人たちがねさすがに生放送って言ってるのに芝居がかりすぎだなっていうかまあそれあえてそうしてると思うんですけど、うん、フィクションっていうのをね分からせるためにあえてそうしてるとは思うんですけどね。はい、そんな感じでしたね。 でさらにねあの映像が入ってから空気が変わっていくっていうね。てかもうその前にあの暗闇が怖いって言ってる女の子の映像でめちゃめちゃもう鳥肌立っててめっちゃ怖いんですけど、はい、まああの映像が出てから空気が一変するというか、まあ、呪いが伝染していくというか、はい、っていうね構成になっていくと、はい、感じでしたね。これもまたうまいですね。うまいっていうかあの坂谷さんのあのこれね、あのなんか生開けちゃってるというか気が抜けちゃってる感じもう始まってんだろうなっていうのが分かる感じになってましたね。うん、うまいですね。はい、そしてね何でしょう1話はそんな感じでねちょっと取っかかりが見えるっていう感じでしたね。でさらにこの全体の番組の構成がうまいなと思ったのはこのテープを見てる人たちを僕らが、客が見てるっていう構成ですね。送られてきた映像を見てる伊藤聖子を見てる僕たちっていう、うん、この構造がうまいなと思いましたね。呪いが進行していくのを見てるでそれが波及して伊藤聖子たちにも、うん、呪いが波及していくのを見させられてるっていう感じだから当時あの昔さ稲川淳二のね生き人形っていうねあのめちゃめちゃ有名な怪談があるんですけど稲川淳二が昔ワイドショーで生放送でね生き人形の話をした時になんかめちゃめちゃ照明が落ちてきたりとかね後ろになんか霊が映ってて苦情の電話がめちゃめちゃ殺到したみたいな話があるんですけどそれをね体感させられてる感じがするんですよねめちゃめちゃ、うん、今だとそんなことまあないと思うんでこういうね作られたものだからこそできる、放送事故っていう感じ作られた放送事故がうまいなという感じですね。2話何だったっけ、はい、赤ちゃんの声がどんどん入ってくるともう鳥肌止まんないわ怖いめちゃめちゃ怖いどうしようそんな感じでどんどん進行していきますね。2話もまあ怖かったとで3話はもうむちゃくちゃになっていますと話の辻褄がみんな悪くなってるっていうところもありもう明らかにみんなもうどうにも収拾つかなくなってる感じもありましたねという感じですね。まあ、全部考察していくと子供の声っていうのは多分坂谷さんの降ろさせた子供の水子の霊なのかなっていう感じはありますよね。まあ多分これはもうみんな一緒の考えだと思うんですけど、まあ、もう一個あるのは多分このね視聴者の幼児化っていうか視聴者を舐めたテレビ番組制作者に向けたテレビ番組のアンチテーゼっていうか、うん、テレビ番組作ってるスタッフに対する挑戦状みたいなところはめちゃめちゃあるなと思いましたね。 TVer にだけ出てる特別映像があるんですけどそれを見てもテレビがホワイトノイズになってて、うん、なんかブリーフ1枚の男がいて、まあ、そいつの顔が赤ちゃんになってるという感じで今のテレビってもうテロップ入れまくって注意書きも入れまくってでもう説明も全部しちゃって見てる側が考えてみるっていうのはね全くないですよねほとんどね。まああの流し見できるからまあ全然いいんですけど、まあ、そこに対するアンチテーゼかなという感じですね。だからそのあんま視聴者なめんなよっていうかお前らみたいなテレビ制作者のせいで
テレビがどんどんつまんなくなってったし、その見てる側のリテラシーもちょっと下がりすぎだなっていう警鐘かな、うん、っていう感じなのかなと思いましたね。はい、うん、大森さんが最終的に、出したいメッセージっていうのはそういうところかなと思いますね。はい、仕組みを見ても面白いし、そのメッセージも今回は込められてるってところでかなり面白い作品だったなと思いました。そんな感じでございます。はい、もう本当に1月からこんな怖い思いしたくなかった。本当に怖いですね。はい、まあそんな感じで、良ければコメント高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃまたお願いします。